来てくださった皆さん本当にありがとうございました。舞台はそうだね、しばらくもないかな。ちょっとシフトチェンジしましてって感じなんですけど、終わるまで不安とかある？いやそんな不安はないかな。とにかく無事にもう終わらせようっていう使命感かな。ああよかった。メリーにまた会えるかな。会わない。もう会わないと思います。舞台は楽しめましたか？うん、楽しかったですよ。私は犯人じゃないですけど。面白かったですよって、ああよかった。再演しない、しないんじゃないかな。しないと思います。コリン君ありがとう。お城が立ちました。ありがとうコリンくん、ありがとうございます。嬉しい。大阪も満喫できてるで、もうね毎日ご飯食べに行って、珍しい。こんな私多分そういうご飯みんなでご飯食べに行こうってやつ今回ね解禁賞ですよ。そう先輩たちがもう本当に面白くて、うん、全然なんか稽古の時とか本当に全然そういう感じなくて、これ誰ともあまり仲良くならずに終わりそうって思ったもん。全然なんか、うん、お話しする時間もなくて本当に必死で覚えてたり、こう修正されたものをこう直すとかそういうので一生懸命なってたから、本番期間になってねなんか急に仲良くなって、自分たちもびっくり、あれってこんなに仲良かったっけみたいな。急に仲良しになった。そう、もう特にやっぱり第三と仲良くなりました。今日も終わった後二人でご飯食べに打ち上げ。はい、行った。ずっと第三といたな。次もまた会う約束しました。仲良し。そう何でも話しちゃう、なんかいろいろ話してます。相談も乗ってくれたり、ご飯たみんなでご飯食べに行く時もずっと隣にいた。そう、大さんに何て呼ば、私リンって呼ばれてるよ。何が美味しかった？最初はね焼肉屋さんに行って焼肉もいっぱい食べて、でその近くにそう歩いて数分みたいなところにそうなんかカフェがあって、そこにチーズケーキがあって、運命的じゃない？そうでみんなでみんなでチーズケーキ屋さん行って、いや全然あの
ね、お姉さんとかそう言われるのは嬉しいです。私はでも他はちょっとわーってなります。びっくりしますまあ、なかなかないですけどね、呼ばれること。姉様にリンって呼ばれるのはなんか嬉しいです。みんなからはリンちゃんって呼ばれたい。みんな、昨日はなんか商店街みたいなところに行って焼き物とかもう大阪っぽいやつ食べて、うん、デザートもしっかりいただきましてそう、どうたんぼりなんか観光とかは全然してないかも。本当にもうご飯美味しいご飯を食べに行くって感じだったかな。うん、ユニバ、ユニバこないだ行ったからな。カツ、うん、カツ丼は食べてないよ。そんなあるんだ。ユニバ、ユニバです今日今回行ってないって言ってない。お土産も、うん、なんか、うん、そんな買わなかったかな。インスタ見るたびにお腹大丈夫かな、え、食べ過ぎだよってそれは食べ過ぎてるんだけど、うん、そう、なんか意外と大阪来る機会あるからさ、うん、なんか今回は特別に買ってこうっていうのもなかったかな、うん、食べても自分的には満足しちゃってるし、結構ね前回行った時にこの人に何かあげたいなみたいなのもそう渡しちゃってるからなかった。ね、最近よく言ってるよね。今日も舞台で可愛い、あんま可愛いことしてないけどな可愛い瞬間ないはずなんだけどそうですか。舞台やると必ず大阪、まあありがたいことにね、私がその出させてもらってるものは大阪があるっていう、うん、でも必ず大阪公演があるってわけじゃないからね。それなりにこうお客様が来てくれるかもとかそういう見込みがないとね、もちろんないから。ね、私のは本当ありがたいことに大阪だけじゃなくね、ピーターパンとかもねいろんなところに行かせてもらったから嬉しいですね、地方公演は。行ってみたい、行ってみたい、行ったことなくて、なんか記憶がなんかふんわりしててあれ、ここって行ったことあったっけ、あれって感覚なんですよ。でもね、行きたいところも行けてる気がするよ。うん、結構回れちゃってる。みんなは多分まあそんな大勢じゃないかもですけど、0時間
どうでした？私はなんか舞台とか、まあ、映像でも推理はすごく苦手で、普通になんか何も考察とかせずに見てしまう人なんですけど、みんなそういうの頭、やっぱ見ながら頭使うんだ、すごいね。私普通に謎解きのシーンまで普通に見ちゃう。って最後の 謎解きのシーンで「そうなんだ」みたいな。あ、もう終わったから全然ネタバレ、もう全然面白いです。私が悪いやつに嘘だ。私は悪いしよかそうなかったでしょう。私は逆にこう利用されるみたいな感じだったからね。凛ちゃん犯人かも。嘘、私犯人っぽかった？そうかな。おお、面白い。もう肘掛けに座って、やるで。いろんな見え方があるんだなと思って。伏線を思い返すの、でも意外と冒頭でさ、あの人のことが大好きだからって、人柄が素敵でって言ってるのも逆にみたいな。もう俺は本当にもうまっすぐな気持ちでね、言ってるからね。テッドにね、ほりはほり聞くとこ怪しかった。ああ、まあ雰囲気的にはそうか。逆に怪しい。でもあれ別に全然狙って何にも言ってない。本当に純粋な気持ちだけで言ってた。そう、メアリーそういうのを考えなくてよかったんで。そっか、それが逆に怪しく見えたのか。本当まっすぐな人ですよ。ま っすぐピアピアにレディートレシリアにお仕えしてたっていう。だから家帰ってかも全然難しいこと考えなくてよかったので、本当にまっすぐただただこうね 書かれているセリフを表現するという。鐘鳴らしたい。 あの鐘を鳴らすのは。メリー忙しそうだったね。そう、忙しそうだったでしょ。全然楽屋でラーメンっていうかカップヌードルとか食べてたけど。大体さ、私が睡眠薬飲まされて寝てて、みんながさ、お部屋であたふたしててさ、メアリーが起きないんですとか言ってる時に、私とカミラ大体お弁当を食べながらモニター見て、ご飯食べてますけどねつって、あそこ大体私のご飯タイムなんですよ。そう、大体なんか食べてた、お味噌汁飲んでたり、メアリーが起きないんです、味噌汁飲んでますけどねつって めっちゃめっちゃご飯食べてた、あの時。裏ツッコミ、そう。 待って、こんなタイミングで。ガッチャンは面白いの種で、ありがとうガッチャン、嬉しい、ありがとうございます。 世界観ぶち壊し、そう、壊しちゃうと思ったから絶対本番期間中言わないようにしようと思ってた。
とだいたい2幕始まってバトル刑事たちが入って推理始めたところでお腹いっぱいになってあーってこうやって横になってねこう見てた。まあ寝てるっていう設定だからね、寝てて OK だから。嘘だよ、してるわけないよ。だいぶリラックスして。なんか結構そうセリフ直前で足されたところがあって、ゲネプロ終わってからじゃあもうこのあと1時間後に本番ですってタイミングでセリフが足されて、あ今みたいな。びっくりした。だから始まる前にすごい何回も繰り返してあんまりないかも経験、うん、直前でセリフがそう、いきなり。あの皆さんもでもやっぱりね、見てる人が分かりやすいようにセリフが結構細かいこととか役の時に訳された、あの翻訳された時に彼がとか彼女がとかレディートレシリアンとかあのレディとかっていうセリフがやっぱり初めて見た人だと彼って誰のことだとかなっちゃうとね、ストーリー入ってこないかなってことで今までずっとレディートレシリアンとかカミラとかごめんね、見た人にしかちょっと分かんないかもしれないけど彼女がっていうのは全部ちゃんと人の名前で言って、あのお客様にちゃんと内容がその人物が思い浮かびららっていう。難くなっちゃった。そう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 いうので結構途中とか終盤の方も変わってたりとか、私の最後の方の、あの登場したところでなんかそれはもうね私たちほど長くカミラと付き合いしてないですもんねとかああいうセリフも最初はそれはもうね年季が違うからだけだったんだけど、そうなんかそこもなんかセリフが変わってちょっとだけ変わったりとか、あのその関係性がねって話。そうそうそう、全部やっぱり分かりやすいようにっていう風にどん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 変わっていった頃。りんちゃん元気です。嬉しい、ありがとう。ね、今までにない役柄だよね。あと今回このこっちのマイクじゃないっていうのがやっぱ結構変わったなと思いました。いやでもそれはね役が違うから。いつも以上に声張った？いや全然声張るようなね私は役じゃなかったから、とりあえずちゃんと言葉が伝わるようにっていう、すごい滑舌とかはやっぱり毎回すごく意識しますね。トリーブスがフリーズにしか聞こえなかった。そうなんだ。そうなんだ。でも私はやっぱりなんかそっちよりかバイキンマンの方の声の方があれだから、うん、そんなによぎることなかった。全然普通にもうトリーブスの声と思って
そっかそっか、ドラゴンボール見てたから。え、ね、あ、途中のとこね、めっちゃバイキンマンって感じするよね。ね、一瞬ね。なんかさ、大阪でさ、みんなでお、あの、焼肉食べに行った時にさ、すごいワイ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 しててさ、第3が一回バトル刑事の細見さんにさ、なんかこう焼肉をこうやってなんかこの肉わーって渡したりしてさ、ちょっと面白いことやんないと渡しませんみたいな。なんかそういうそういうこともなんかやっててさ、面白くてさ。のなんかそのノリでさ、流星さんにも帰ったらさ、面白いことみたいなさ、したらバイバイキーンって言ってくれて、面白可愛かった。楽しそうな顔、めっちゃもずっと面白かった。バトル刑事とかずっと面白かったですね、細見さん。え、本当に楽しかった。裏が。やっぱあのね、舞台はすごいなんか、ね、誰が犯人だっつってね、すごい真剣な感じですから。面白かったな。デキャンタイモスの、あ、そう、うまくねみたいな。いや、全然うまくないけど、なんかやっぱ使用人としてなんかこうやってね、飲み物渡したりとかさ、あ、やばい、これ誰に教えてもらうと思って YouTube で調べた。なんかそういう礼儀じゃないけど、所作がつ、やったー。自分調べあれ。そうそう、でもあれ本当にさ、あれ振りじゃなくて本当に皆さん飲み物飲まれてて、あれ中身なんだって言ってたかな、なんだっけ、どっちかがほうじ茶でなんかどっちかが紅茶だった気がする。本当に直前までね、冷蔵庫でさ冷やしてるから。あとソーダとかも本当にちゃんとリアルなやつ。そう、なんだっけかな、なんかお茶、なんかのお茶だった気がする。で、本場って本番始まる本当に直前にポンって冷蔵庫から出してやってるから、そう、あれさすごいさ、デキャンターさ水滴すごくて、滑る滑ると思って。だから私もさ、幕開く直前までさ水滴ついてないかなと思ってタオルでさティッシュとかでこう拭いたりさ、滑っちゃうから。水滴警察。そう、あと絶対に音が鳴らないようにさ、すごいすごい気をつけたかも。演技というか本当に気をつけでしょ。できる女。
初日なんか謎に紅茶こぼしたわ私。吸いてた時あピチャッつってやべえと思って床にこうあのお茶の染み作った私え気づかなかった？だいぶ結構こぼしてたんだよね私本当？なんだろう勢いかな戻す時かななんかあやべえと思ってまあでも別にみんなトレシリアンレイトレシリアンが滑ってる方見てるかなと思ってそう。あ、よかった暮らせて渡すとき下の方を持って渡すんだね、あれね。そう、それが今回一番勉強になりましたになるね。ねえ。本当はね、ビジュアルで出たキービジュで出たあのこのまとまってる紙で出るあれだったんだけど、寝起きで髪ちゃんとやってんのあれだねみたいなおかしいねって。でも次のシーンすぐ出るから、でも あんな短い時間で髪戻せないねどうだろうっていう、あそこのシーンからそうそうなの計算が。だからハーフアップだったらギリいけそうだねってなってそうそれで半8分になったんです。いやでも結構もう結構あそこねハラハラしてたよまあ本番はそうあれだ大丈夫になったけど、なんかね安定になってわーってお水持ってはけてて、脱いで脱いでって後ろでこうやってもらってあやばいやばい、あかりついちゃったあかりついちゃったっつってわた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 あーのーって絶対でもめっちゃネットだけですよっつってちょっとハラハラしちゃった時間ないんですよ。そうでも時間ないわな、あーもうだから嘘違いますの話ベラベラ女回ったからね、もうね結構体内時計でかかった時間とかわかるの？え、なの？あ、今のところがってこと？え、どういうこと？体内時計？なんでこれ、ありがとう、やだ、ロマンさん、あー、お城建ててくれた、ありがとうございます、嬉しい、ありがとう、嬉しい、お城が見つかってる、嬉しい、ありがとう。
石木さん、石木さんめっちゃ体が柔らかいね。え、体の柔軟さを披露するシーンなんだったっけ、どこでね、エドとはまた違う感じでえ、そんな体柔らかってなるとこあったっけ。でもね、アクションとかめちゃめちゃすごいですからね今日初っ端トマスのせいで一本したの。あー、でも私もモニターで見てました。なんかそれにモニターな、中が見れないからさ、お家の作りになっててドア開けないと見れないから、そう、皆さん気づかれないところにね、あのお家の中にね隠しカメラがあってね、常にこうあのそう、こう俯瞰してのじゃなくてすごいところに実はカメラが仕込まれてて、それで中の様子を見れたんだけど、そこでこうやって見て、あいたガチャって入れるようになってて、そう、確かに今日もなんかスーツが落ちてね、あ、落ちたって思ったでもああいうのちゃんと戻すところが一色さんだなと思って剥がれんの時もさ、なんかどうしてもやっぱり一色さんの人の良さが出ちゃうところがそうあるから一色さんだなってほっとけば気づかないふりすればいいのに、ちゃんとあの戻そうとするところね、丁寧なお方ですよね。剥がれの時もなんかね、こうエドとウィンディでこう会話してる時になんかふと服がバサってウィンディに当たっちゃった時があって、別にエドはさそういうことそんな気にしなそうじゃん。でもあの中の人がいい人すぎて、丁寧な人すぎて、喋りながらごめんってなんか言ってていいのにって思ってエドは別にとかやらないと思うから大丈夫だと思うのにって思うのに、そう、あ、そう、あ、見た？ね、私も喋ながら一色さんだなと思いながら、そう、もう会話中、そうそうそう、ね、そんな謝るほどのないあれなのに、ね、丁寧な人だなと思いながら、エドとミニーにはごめんってすると思うけど、いやなんかねそういうもちろんしそうじゃんエドって、でもそこではいいんじゃないみたいなところで、そう、そう優しい、あたちでごめんみたいな感じで、そう、お優しい人だなと思いながら、意識さんよくて、ね、おもろいよねギャップが喋った瞬間、あ、こういうこんなに喋ってくれるんだって、そうそうそう、ウィンちゃんのレバー後ではけてから言うかも、うん、演技中にはしないかも、まあ、キャラクターによってかもしれないけどね。犯人はオードリーとケイだと推理したのに、あ、共犯ってこと？オードリーとケイ、あー、このバカ夫めみたいな感じでああ、そういう推理もね、なるほど。私は本当に分かんなすぎっていうか、最初はなんか台本もらった時に読んでて、あ、自分ここ喋るんだみたいな見方してて、レディートリシリアンのこのたくさん会話してるとこ見て、あ、私ちょっとこれ全然無理だって、推理とかできないなと思って、そこ飛ばして一気にドーンって言って最後のシーンまで行って、あ、
ネビルマンだってでもだから誰だろうとか考える瞬間もなかった。もう最初にああっていう味方しちゃったから、そうだからそこに向かってみたいな感じ、そう考えられなくて分かんなくてごめん。だからちょっと考える時間とかなかった。もう最初にしちゃった私。うん、あととりあえず自分かどうかとかも知りたかったじゃない。いきなりネビルそうだから、あすごい自分から言ってくタイプなんだって思った考えるの放棄しちゃった。うん、この時代でも台本は紙なんだ。あ全然あのデータでもらえる、どちらももらうかも。でもなかなかデータだけでやってる方っていらっしゃらないかも。うん、推理を楽しめないタイプね、絶対そう私難しいからりんちゃんが犯人知るまでが0時間でしたね。もうノータイムですよ。もう一気にしちゃった。書き込みとかもそうだし、まあたまにねそういうダメ出しとかも全部こうやってデータの iPad とかで見てわーってやる人もいるけどね。私は結構紙じゃないと無理かな。移動中とかは結構携帯で見たりするけど、稽古してる時とかそういう時は紙かな。今回も書き込みすごいですよ。台本は全て取っておく。うん、まあそうだね、今のところ取ってあるかな。びっしり、まあ言われたことはちゃんと書き留めておくようにしてるか。書き込み何か、ああ今ちょっとあっちにある、今度何かで見せるね何かで見せるね。お腹空いたかも。結構でも夕方ぐらいにご飯食べて、そっから食べてないからお腹空いてきちゃった。うん、ほらお腹の音鳴ってるでしょ。いやでも我慢しよう。牛カツ食べた。ご飯もね2杯ぐらい食べた。好きなんだなって伝わってきた。え？そう？そんななんかステージ上でそういう、そうなんだ、なんかそういうの分かんないよ。好き、まあ、極めるのは楽しいよね。うん、カルネね行きの時食べたからちょっと帰りはいいかと思って買わなかった。ちゃんが楽しく過ごしてくれてて嬉しかった。いや本当に楽しかった。本当に別に甘えとかは しなかったけど、本当にシンプル一緒にいてね楽しかったですね。こんなもん食べてるの昨日信じられないぐらい食べたかも結構な人数でなんか予約入れてくれたみたい。でも結局ね来なかった人もキャンセルとかそうできなくて、実際に行った人数以上の量をおのおの食べたからなんだっけ、トントン焼きってある？名前合ってるかな。トントン、あトンペ焼き、あれトントンじゃなかったっけ。トンペ焼きか。どんな料理、卵
が入ってた。それ入ってるわなって。あ、とんぺ焼きかな。あ、それかも。それだ。それも食べたし、焼きそばも食べたし。何なん食べたい。みーちゃん作れそうで、あ、でもああいうのお家であんま作んないかも。お店行って食べたいなと思っちゃう。うん、酒も飲んだ飲んだ。私ずっと日本酒飲んでた。足は強いんですね。そうだね。ビールじゃない、ビールは、あ、でもさっきご飯、そう、大さんと食べた時は私はビール飲みましたよ。今日もそう飲んだ飲んだ。素敵なお姉さんできてね、本当嬉しい。やっぱ共通のね、お知り合いの方がいっぱいいるっていうのも、なんか話がこう膨らんでって広がってって、それも大きかったかもしれない。私やっぱ結構ね、宝塚出身の先輩たちとご一緒することが多いから、それは、うん、それは大きいですね。なんか美容の話もすごいするし、お買い物の話もするし、占いの話もするし、そう、他にもいっぱいいろいろ。そう、女子トーク、そうそうそう。話題が出そう。うん、そうなんだ。舞台と全然印象違いますよね。おお、まあでもそんな、もちろんね、 K の役すごかったから、あんなね、ピリピリは全然してない、頼れる姉さんって感じ。女子会の中になぜか渡るな。いや、本当はね、みんなで行ったのよ。なんかまだ近くにあったから、カフェ、そう、行こうみたいな感じで。でもお店が、そう、そんな大人数をその時入らなかったから、私はもう絶対なんかチーズケーキは食べたいんだと思って行って、ケーキ好きだから行くっつって3人で。暑い。あります、扇風機。音がすごい。今週楽しみなこといっぱいあるね。いや、もう19日の茨城のさ、イベントもすっごく楽しみだし、まあ、ご飯いっぱい食べようと思って、それがもうめちゃめちゃ楽しみにしてるんだけど、
途中あのオンラインサイン会もあるし、16日クロちゃんもオンラインズもあるでしょ。あ、そっか、リニー、あ、そうだ、17日だよねえ、めっちゃみんなの目に触れる機会あるじゃない、私。わー、茨城公開収録、そうそうそう。でも何お話するのかはまだね、決まってない。何話すんだろうって感じ。ね、私もご飯をいっぱい食べに行くんだと思ってるよ楽しみ。なんかガレットあった気がするんだよね。やだ、どうしよう。ほんと合間の時間、私多分ずっとご飯食べてると思う買いに行って仕事しても、もちろん仕事するよ。お肉とか食べたいな。僕は牡蠣を食べ、おー、牡蠣とかあるんだ。いいね、本当に楽しみ。体調良くな、あ、もうね、大阪行く前にも完璧に大丈夫になった。うん、まあでも全然悪くなったとかじゃないけどね、予感がしただけで、あ、風邪ひきそうみたいな。全然今大丈夫。うん、復習本番だなの予感って分かるね。なんかさ、なんかちょっと違和感みたいなあるよね。悪いわけじゃないんだけど、いや、これからもなんかそういうのめちゃめちゃありそうだね。でも急にどん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 寒くなるだろうから、気圧だよ。いや、なんか私気圧の変化とか本当に分かんない。次の舞台の、舞台の予定はね、もう秘密にしてるとかじゃない、舞台がもうないです今は。うん、ちょっと抑えます。でも年に2回とかは私が個人的にはやりたいなって。やっぱ場数って踏むの大事だしね、お客様の前で絶対失敗できないっていうのは、そういう中でこうやるっていうのはすごい。これ持って話してるのはちょっと面白いな経験として絶対それはやってはいきたいけど、今はちょっとっていう感じかな。ね、マイクみたいだね意外と、あ、でも絶対やらないとかじゃなくて、一回ね、これからもずっとやってはいきたいです。うん、秘密だよそう、一旦セーブですね。
私さ、ちょっとお腹空いたわ。どうしよう。どうしよう、本当に。めっちゃお腹空いた。いや、寝るだけ寝るだけ。うん。めっちゃの、食べようかな、どうしよう。私明日にね、休みなの。その後結構仕事続くんだけど、一旦明日休みだから、明日休みだから食べちゃう。食べちゃう、どうしよう。アイスもストックない、アイスストックないんですよ。扇風機のこのガラガラで喋りたくなった。ゆいなら絶対、なんでそうやって今そうやってそういう意地悪なこと言うんですか。なんで他の人の名前を出してそうやって引き合いにして、なんでそういう意地悪なこと言うんですか。これで喋るのが楽しくなってきちゃった。ハンディファグシありだー。私は岡部凛だから食べるよ。私はゆいゆいじゃないので食べるよってことで、ちょっと冷蔵庫何もなさそう。イエーイ。もしかして今冷蔵庫開けて、あ、ちょっと食べれんなみたいなのがあったら食べまーす。お酒飲んでるとあんまりそうでやだな。まあ6時間くらい前に飲んでるんですけど。お腹空きすぎてハイテンションになってきた。非常食ちょっと、まあ時間かけて作ってみたいなのだったらあるけど。よし、なんか食べる、食べなよ、食べる、食べるかも。ラーメンね、あったらいいのに。ラーメンな、今チョコクッキーとかならある。でもね、この感じね、チョコクッキーだけじゃ抑えられなそう。うん、もしものためのインスタントもないです。分かった、みんなが食べちゃえって応援してくれてるから、その期待に応えて食べるね。明日休みだし、食べちゃえ食べちゃえ。こんなに嬉しそうに楽しそうに食べる報告する人もいないよね。 OK、 じゃあ私もう食べないといけないから、ショールーム終わりにするね。はい、作って切ります。よし、急に静か、ありがとう。じゃあ明日休みなので、明日はゆっくり休みたいと思います。ひとまずね、ひとまずね、ありがとう、たくさん見てくれて。あ、でもブログ、あねえ、ブログの方にいろいろ感想とかコメント書いてくれてありがとう、嬉しい、読んでるよ。本当にあれさ、私が読んでるか不安になるようなシステムだよね。めっちゃ読んでるよ、ありがとう。引き続きブログの方で感想お待ちしてます、ありがとう。ガッちゃん、コリンくん、ロマンさん、ありがとう、お城建ててくれて。ありがとう、おやすみ。多分私なんか食べますわ。11時半なのに。ありがとう、じゃあね、バイバイ、一回切ります、またすぐいつかやるね、バイバイ。